教材、生授業、フォーラムがオールインワンされたただ一つの受験アプリ、 N 予備校。さあ、皆様こんにちは。 N 予備校で英文読解担当してます中竹翔太郎です。はい、現代文担当の高橋です。あと小論文も担当してます。じゃあ、物理担当しております内藤です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、N 予備校、公民課担当しております、中島でございます。よろしくお願いいたします。さて、今回のテーマなんですが、非常に重たいテーマで、今後の世界をどう生きていくべきか。これ具体的にこういう相談を受けた、質問をもらった先生がいらっしゃるらしく、それを受けて、このまあコロナ、新型コロナウイルスにまあ、侵された、そしておそらく今後、まあ、ゼロになることは僕はないと思ってるんですけど、このもうコロナ後ですね、もうコロナが存在するこの世の中をどう生きていくべきかという、そんな重たいテーマで、で今回はフリートークで進めたいと思います。さあ、どうでしょう、どうだったかまあここはもう高橋先生がまず、ね、あ、僕ですか。はい、それをきっかけに皆さんあ、なるほど、はい、すごい難しいねテーマですね。で、今後どうやって生きていくのかと。で、まあ別なね動画で本の話しましたけど、あれとは別に僕ね、ミステリーとかね、ハードボイルド小説が好きなんですね。で、その中でも、もう尊敬してるのは、レイモンド・チャンドラーというね、人なわけですけど、その中に探偵物があってね、で、フィリップ・マーローという主人公が、強くなければ生きていけない。ね、だが、優しくなければ生きていく資格がないというね、セリフを言ってるんだけど、やっぱりね、これかなと思うんですね。やっぱり一つは強くなること。一人一人がね、個としての強さを持つっていうことが必要だと思います。なんでかっていうと、やっぱその、こういうことがあったときに、いわゆる、公というかね、そういう、なんていうかな、お上が何とかしてくれるっていうわけではないっていうことがだんだんみんな分かってくると思うんですね。本当そうですね。そう。うん。だから、まず、個としてのね、強さ、一人一人が持つという、タフですね。タフになるっていうことと、あともう一つ、でもね、強いからこそ人に優しくなれると思うんですよ。そのね、みんな弱いと結構人に不寛容になったりね、するけれども、やっぱりその優しさっていうのも必要だしね。だからみんながその強い個人が、他者に対して優しくね、なっていく、寛容になっていくような社会が、生まれたらいいなと、僕は考えてます。そう、僕個人的には、もちろんこの、全世界に当てはまる話じゃないんですけど、日本国内に限って言えば、僕今回のこの試練って、僕は震災後10年の僕中間テストだと思ってるんですよ。震災の時にあと日本人が身につけたはずの、僕はそこはカッコつきなんですけど、連帯とかなとか、そうのを今本当の意味で試されてるのかなっていう、僕はそこは果たして、もちろん僕自身も含めてですけど、ちゃんと合格できるのかなっていうのは、なんかまだまだこれから長く続く試験ですからね。で、やっぱり日本人全体としてこの試験が課されてるというより、やっぱりそう、高橋先生がおっしゃる通りで、もう個々に課されてると思うんですよね。本当その個々が何だろう、例えばね、買い占めしないとか、そういう具体的な行動から含めて、やっぱりなんだろう、ちゃんとざくっと言えば、こう、ちゃんと愛に戻れるかっていう、ね、こう、いやおうなしにこう人と人を引き離すわけじゃないですか、今回のこのウイルスは。でも、その中でもちゃんとこの物理的に離れて手を取り合えない中でも、ちゃんとどこかで手を取り合えるかとか、そういった、本当に震災の後に、経験した、そして身につけたはずの、そういった、なんつうか、この心持ちが、ちゃんとこう、本当に、実装って言葉おかしいのかな、ちゃんとこの、みんな持ってるのかなっていうのが、試されてるのかなっていう気は、僕、個人的にはしていますね。いや、僕なんか、それで関連すると、
まあ、その、あくまでもこれ僕が勝手に思っていることで、なんか変に混乱を招きたくないんですけど、まあ、要するになんかこう、いつか大きい地震が来るみたいな話、また再び来るみたいな話してるじゃないですか。で、僕なんかその、なんだろうな、去年のその台風の一件もそうなんですけど、なんかこう、で、今回のコロナのこの件もそうなんですけど、なんかこう、それの準備期間を与えてくれてるんじゃないかなっていう、気がするんですね。まあ、本当に大きい震災が起こった時に、ということで考えてみると、まあ、今の中木先生の話じゃないですけど、じゃあその時に僕たちがどうやって行動できるのかとか、いうのをなんか経験させてくれている気がしてならないかなって思ってますね。これから来るであろう、さらなる大災害に向けてって、そういう準備期間、うん。そうですね。っていうふうに捉えてしまうときありますね。で、なんか、さっきの話じゃないですけど、僕は結構、その、学生さんから、まあ、これから、まあ、こういうことも、こう、起こったりとか、まあ、これから震災が起こりって言われているっていうことで、結構、まあ、じゃあ自分たちはこれからどういう選択肢で、どういうふうに就職をしていけばいいのかとか、まあ、じゃあ起業すべきなのかとか、なんか、そんなのが、すごくこう、最近ちょっとこう、相談を受けることがやっぱ多くて。それに関しては、まあ、僕は、僕は結構、ビビることが僕は重要なんじゃないかなと思っていて、これは個人的な意見なんですけど、で、常にこう、ビビっているからこそ、常に僕は結構どちらかというとネガティブ思考なんで、最悪の状況をいつも想像しながら動いてるんですよ。で、こう、最悪な想像をしているんで、まあ、普段からこう、いろいろ予防線を張っている部分もあったりとかして、なので、なんかあった時とかも、比較的こう回避はしやすいのかなっていうふうに自分では思ってるんですね。なのでその辺って皆さんそれぞれの個々の意見があると思うんですけど、あ、僕は割に楽天的な人、そうですよね、楽天的なので、うん、だからなんだろう、そうですね、こういう状況の中で新しくできるようになることがいろいろあるわけで、僕はそれが結構ワクワクしてるんですよね。ああ、はい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 、はい、ああ、確かにそれはありますね。そうですね、ワクワクする。どうなんでしょうかね。ただまあ、逆にこうした状況の中で、こう不安を、抱えて、で、お家にこもってっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと、いうふうにも、一方では私は思うんですね。で、その時に、やっぱり、福沢諭吉ではないですけど、一心独立して一国独立するなのであってですね、やっぱり、この個人がやっぱり強く、高橋先生おっしゃったようにですね、個人がまず強くあらねばならない。だから国家が、そのですね、個人を助けてくれるっていう、装置ではないんだっていうことに、なんか改めて気づかされた思いがしますし、その中でやっぱりですね、高校生、予備校生、諸君にはですね、やっぱり強さっていう、本当の強さっていうのをですね、身につけてほしいなっていうふうには思いますね。本当の強さっていうのは、実際、こう、先生、まあ、高橋先生とか中島先生的にはその強さっていうのは一体こう具体的にどういった強さ？あ、僕、ああ、なるほど、はいはい、一つはなんていうのかな、孤独を恐れないっていうかね、その孤独と向き合うっていうことが必要だと思うんですね、うん、で、うん、受験勉強ってやっぱり孤独な戦い、最終的にはね、試験場で誰も助けてくれないんで、うん、まあ、そういうことを経験する、まあ、ちょっと疑似体験的なんだけど、まあ、孤独を経験するかなと。で、だから、やっぱり強い個人って群れないと思うんですよね。で、逆に弱いともう群れてしまうと。うん、で、群れて周りのね、ご機嫌を伺うというか、うん、周りのね、周囲の目を気にして生きるというかね。でも、こういう状況でね、その周囲の目を気にしてどうのこうのっていうやってること場合ではないんで、うんうん、まあ、その、まあ、一旦そのね、孤独と向き合って、まあ、自分を、まあ、っていうかな、まあ、自分を磨くというかね、そういう、うん、そうやって、まあ、いきなり強くはなれないんでね。ああ、そうですね。うん、でも、そうやって、そういう時間を大事にしてほしいなと思いますね。すごく綺麗にまとまった感じがありますね。
そうですね。はい、やはり最後はこう、個であるということですね。これね、強くありましょうという、そういうことですね。というわけで、ちょっと、ずいぶん長くなってしまったので、じゃあこの辺で、これも続編とかあってもいいかもしれません、ね。そうですね。まだここ、話足りないものはあるかもしれませんけど、またじゃあ、はい、ひょっとしたら続編があるかもしれませんので、こうご期待ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。ネットで志望校一直線、エニ予備校。